チャンネルです。いよいよアジアカップが開幕し、日本がベトナムと戦いました。やはり初戦ということで硬さは見られたかなという感じはしてます。あと対戦相手のね、ベトナムというところで、トルシエ監督になってるんで、日本の怖さとかを知ってるっていうのは あったのかもしれないですけれども、もともとねベトナムの選手っていうのはテクニックもあったし、それがねベトルシエ監督の組織っていうのがいい形になってきてるんではないかなというふうには感じます。もうね、点を決めた15番のグエンディンバックの19歳、ちょっと驚きですね。ベトナムがねもう育成に力を入れてきてるっていうのはもう分かってる中で、その成果っていうのが出てきてるなっていうことで、今後ベトナムっていうのは怖くなるんじゃないかなというふうには感じました。成果っていうのはねやはり出てますね。その日本ですが、初戦の硬さっていうのは出てた中で、でもしっかり勝ち切ったっていうのは成長かなと言いますか、みんなの落ち着きっていうのはしっかり見えたなというふうには思います。前半の最初に点を取ったのはいいですけど、なんとなく試合の入りも硬かったし、なんか相手がどうしてくるんだろうっていう受け身感が出てしまった。そして相手もねもちろんプレッシャーをかけてきたし、ラインは高いし、さあどうしようかなっていうふうにはなってたと思います。でもその中で点がね南野が取れたこともありましたが、相手の勢いっていうものを消しきれなかった。そこでねセットプレーで取られた。このセットプレー2本って、仕方のないことかもしれないですけれども、もう1点目はねあれはどうしようもない部分は大きいかなっていうふうには感じてます。2点目は競り負けるということを考えても、ザイオンのね、対応っていうのは少し遅かったなという気がしますが、それで逆転をされたけれども落ち着けたというところはあると思います。ベトナムがねあそこまでディフェンスラインが高いって、僕らの時の時代、2002年の日韓ワールドカップの時には、フラット3って言って、3バックが並んで上げ下げっていうのはありましたけど、今回のトルシアはねフラット5というか、もう5人が一気にラインを上げてくるっていうことで、タイミングが合わない限りは裏のスペースっていうのは使いづらい。そこは難しかった部分ではありますが、裏を狙おう狙おうとすることによって相手が下がる。そこで、タイミングよくディフェンスラインと中盤の間でもらう。こういうことができてきたら、もっと相手が嫌がったんじゃないかというか、バラバラになったんじゃないかなっていうふうには思いました。その部分のいやらしい選手がなかなかいなかったなっていう感じはします。なので、中盤のねボランチのところで間に立つ、そして一回受けてまた叩く、そのダイレクトプレーっていうのがない分、こう誘いの縦パスっていうか、よくやる後ろに人がいるけど一回当てとくっていう、そしてダイレクトで落とすっていうことがすると、ディフェンスは、ターンされたらいけないんで、プレッシャーはかける。そして、戻るか、そのままでいるかっていうことは悩んできたりするんですね。で、その部分で、返されたボール保持者が縦パス入れるかとか、裏を入れるかとか、ドリブルで仕掛けて、もう一回相手を引きつけるかとか、こういろんな相手を揺さぶるっていうことが、こうできるわけですが、やっぱ一回下げて、また縦パスを入れたらまた戻して、で、横パスして一回下げてとかっていうと、やっぱ相手も考える時間はたくさんできるし、対応する時間っていうのが与えられるんで、ポジショニングをまた取りやすくなるっていうこともあると。そういうところでベトナムの守備陣形っていうのをなかなか崩せなかったなと思います。でもね、これ後半、相手が疲れてきたっていうのも、前半あれだけ走らせたっていうのもあるんで、こう走らせるための横の揺さぶりっていうことであれば、狙いはあるのかなという気はしますね。その中で、でも、細谷、
なかなかね、小裏のスペースもないし、後半ね、上田に代わってっていうことにはなりましたけど、なかなかやっぱ生かしきれなかったな、というふうには感じます。動き出しっていうことではね、チャレンジはしてたんですけれども、なかなかそれを生かすタイミングとか、こう、余裕を持った次のプレーとかっていうのが、なかなかいいとこでもらえなかったなという。だからこそちょっと活躍する場はなかったなと、こう悔しい思いをしてるんじゃないかなっていうふうには感じております。まあ、ちょっとね、ボランチのところでも森田と遠藤が離れる場面、攻撃にしても中盤の守備にしても少し離れる場面っていうのがこう見えたんで、このタイミングっていうのをまたこう改めてしっかり作り上げなきゃいけないというか、取り戻さなきゃいけないなという怖さは何回かありましたね。まあ、そのところでね、今回南野が戻ってきてくれたりとか、間に入ってきてくれたりとかっていうことで、まあ、そこの部分でのバランスっていうのは取れた部分はありますが、南野も動きが大きかった分、こう怖い位置ではなかなかいられなかったというのは言えるので、やっぱりボールを運べた時っていうのは南野がいいところでもらって、まあ、点を取れた場面もそうですけれどもね、2点目ね、1点目はもうコーナーキックの、まあ、こぼれというか、いい場所にいたということではありますが、2点目なんか特にね、遠藤を持った瞬間にやっぱペナルティエリア中に入っていくとか、そして遠藤もね、素晴らしい股抜き、これはターンですね、ターンからの余裕があったという、そらプレミアリーグでやってたら、ね、ターンのところでもものすごいプレッシャーの中ターンするわけですし、ターンした後にものすごいプレッシャーで、ボールを刈り取りに来るわけですし、まあ、そういうところで戦ってることを考えたら、もうターンしてからも余裕はあったんで、股抜きということも余裕は出てきたと。そしてその前の見るタイミングっていうのも余裕を持って周りの選手たちを見れたと。その準備はね、やっぱりしっかりとできてたと思います。そして南野もいいコントロールしてから、余裕があるからこその股抜きというところの2点目、これはね本当に素晴らしい2点目だったなと思いますね。これが余裕があったということ、そしてそれ2点目で追いつけたことによって落ち着きがまた取り戻せたというところが、まあ、前半のところではいい面と悪い面がこう出てしまったなという気はしますね。で、中村敬斗のシュートも、もうスーパーですね、あれは。なかなか、そこのゴールっていうのは見られないんじゃないかなというふうには思います。まあ、この部分もね、南野が中盤のところでのターン、そしてドリブルをすることによって、相手を絞らせるとか、引きつけることで、中村敬斗の時間を作った。まあ、そしてそこからのシュートはね、もうもちろん、うまいですけど、やっぱね、こういう、相手がプレッシャーを来るというのもそうですけど、スペースを潰して、コンパクトにしてきた時っていうのは、ディフェンスラインが下がった瞬間のこのスペースをターンするか、それともワンタッチで崩すか、まあ、そういうところになってくるけれども、今回はねターンができた時っていうのがいい傾向にあったんじゃないかなというふうには思います。まあ、後半も難しい展開ではある。まあ、勝ってる分だけどうしようかっていうのもありますし、点が取れればね、こう、いいということでリスクを負いたいっていうことは、まあ、あるとは思うんですけれども、まあ、上田に代わって、縦パスは入るにしても崩しきるというところまでは、なかなか、こう、前に、こう、スペースを埋めに行くといいますか、リスクを負ってでも前に行くっていうことはなかなか、チャレンジはできなかったなという気はしてます。これはね、悪いわけではなくて、点差とか、まあ、相手の力量とか、初戦っていうことの難しさとか、まあ、いろんなことを考えても落ち着いては入れたと出たと思うので、後半ね、こうなかなかどっちなの、攻撃するの守備するのって、まあ、守備はもちろん良かったですけども、守りきるというところの比重でね、バランスをよく戦うっていうことを選択したんじゃないかなと思います。まあ、その中でやはり交代した堂安とか久保とかはね、非常にいいキレがあって、
さすがだなという感じはします。これはねコンディションっていうことでもね、三笘とか、まあ、冨安が外れたっていうのもそうですけど、コンディションがやっぱバラバラであるということ、その中でやっぱチームが初戦を戦って徐々に上げていくっていうこともそうだし、まあ、森保監督がねこう試していきたいっていう細谷とか、ね、まあ、もちろん菅原とか、伊藤洋輝とか、まあ、ザイオンもそうですね。で、まあ、板倉もねこう怪我上がりでどうなのとか、ちょっとコンディション上がってないですけど、こういう試合を重ねるごとに良くなっていくっていうことをね、チャレンジというか、しっかりと時間をコンディションっていうところでも使ってたんじゃないかなというふうには思います。その中で、やはり、南野、このゲームの僕は MVP だなと思います。守備の面での貢献度は大きいということ、そして決定機をしっかり決めてくれたということ、そして、間に入ったことによって距離感というものを良くしてくれたということですかね。やはりターンもうまいしコントロールもうまかったんで、まあ、そこでの時間を作ったということが非常に良かったなというふうに思います。あとは堂安、久保のキレ、やはりもう入って、ね、後半動きが出たというのはもうあの2人がキレがあって、やっぱ相手を引きつける、そしてかわす、久保のキープ、もうそういうところでの時間の作り方、崩し方、そういうところがねちょっと調子がいいなというところは見えたんではないかなと思いますね。全体を通してもね、まあ、しっかり勝てたということはいい面ではあると思います。そして、まあ、悪い面っていうかね、こう一人一人のコンディションっていうのはやはりばらつきが見えた。そしてそこでのコンビネーションということで言うと、やはり新しい選手はまだまだこう時間がかかるかなというふうには感じました。これは本当に試合を重ねるごとに、この大会って次のイラク戦に向けてまた中4日あるわけですから、準備っていうのはできる。そして森保監督も2戦目また変えてくると思いますけれども、変えてきながらコンディションを個人個人を調整するところと、コンビネーションを良くするところ、後半いい選手が結果を出したことによってまた新たな競争意識も出ただろうし、コンビネーションというのは徐々に良くなっていくんで、こういうアジア大会っていうね、決勝まで行くと1ヶ月近く一緒にやれるわけですから、成長っていうのは見られるんじゃないかなと、まあ、まずね勝ったことというのは本当嬉しいことだなと、次へつながる一戦にはなりました。またイラク戦ですけれども、あれ中東のねカタールでやっているということで言うと、やはり中東勢は調子は上がっていくと言いますか、調子がいい、よくなるって言った方がいいかもしれないですね。もうアウェーで私たちの時代からっていうこともそうですけども、中東勢が地元でやるっていう時のねこう底力っていうのはやはりすごいので、そういうところはね気をつけながらも、次の一戦にまた試しながらっていう部分はありますけど、日本は成長しながら勝っていくと、勝ちが当たり前の中で成長していかなきゃいけない難しさはあると思いますんで、またね2戦目も楽しみたいなと思います。またイラク戦の後に撮りたいなと思いますので、チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。それでは。